今日なんか時間なくてラジコ行くのにメイクの時間なさすぎて超適当にメイクしたし、なんならなんか全然メイク終わらなくて、中途半端でメイク終えて今日出かけました、出かけたっていうかお仕事向かいました。ちょっと1週間前になるんですけど、あ、肉まん届いた、ありがとうございます。コンサドーレ負けましたよ。1週間前になるんですけど、ショールームの本社に行きまして取材をしていただきました。まだね、いつその取材していただいたのが世に出るかとかはわからないんですけど、ショールームについて、お、クマありがとうございます。お話してきました。お、台湾ダジャハオシシオンザン、社長は会えませんでした。でもまた NMB しゃべくりアワーがもうすぐで2周年になるし、またみんなで一盛り上がりできたらいいなってすごい思うんで、なんかみんなで楽しいことできたらいいなっていう風に思ってるって話をでもスタッフさんに言ったので、また前田社長に伝えてくださいっていう風には言いました。マグロの次は魚じゃなくて肉とかの方がいいですかねとかいう話をしたり、まああとはまあコロナとかもあるのであんまりみんながバーってなっちゃうとよろしくないのもあるので、まあそういうの含めてなんかできたらいいなっていうふうには伝えましたね。うん、どんな風になるかはちょっと分かんないけど伝えてもらうようには言いました。初めてね本社に行ったんですけど、すごいおしゃれでびっくりしました。めっちゃおしゃれでしたよ、すごかった。でまたもう一つねお知らせがあると言いますと、ガールズペディアさんの撮影を実はしていただきまして、2年ぶりにガールズペディア出演です、イエーイ。皆さん予約していただけましたか？予約したって言ってくださってる方もいますね、ありがとうございます。なんと3回目ですね、ありがたや。スタッフさん、アンパンさんって方がいらっしゃるんですけど、2年前と比べて痩せたねってめっちゃ言ってもらえました。ちょっとねおデブさんなので撮影に向けて体をシュッとしようと断食したりとか食生活をめちゃめちゃ見直したりとか気合い入れて撮影に臨んだので
まあデブーなんですけど、それでもデブーは変わらないんですけど、まあ頑張って綺麗に写ってたらいいなーっていうふうには思います。いつもガールズペディアさんはすごい分厚くて、あのいっぱい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 撮ってくださって、あのすごい本当ミニ写真集じゃないかってぐらいいっぱい撮ってくださって載せてくださるので、また完成が楽しみ。私もどの写真が選ばれてとかは発売と同時に知ることがほとんどなので楽しみですね。今回はワカポンとナミミとカレンタの4人で撮ってきたので、一番お姉さんですね、私が。でもなんか久しぶりにガールズペディアさんの撮影チームに会えて、なんかすごい嬉しかったし、なんかすごいなんて言うんだろう、久々に会えてね、なんか安心したというか、もちろん緊張もするし、あんまり私水着得意じゃないから緊張するけど、なんか安心感があるというか、なんかいつもの顔ぶれに出会えたっていう気持ちになると言いますか、なんかそんなんもありまして、そう過去ね2回撮っていただいて今回3回目だから、またねこう成長過程が見れるんじゃないかなっていうふうに思います。かわいいをアップデートできてるといいなと願うばかりですが。って感じかな。あとは最近は何かあったかな。あ、今日ラジコ出演させていただいたりとか、あとは何かあったかな。あ、ジャングルレディオのお便りを今ちょうど募集している時期なので、ぜひ YesFM さんの、めっちゃこの肩紐取れちゃう、撫で方なんかな、ジャングルレディオさんのねお便りの方もお待ちしてます。 ESFM さん、ジャングルレディオのツイッターもできたし、みんなぜひお便り お待ちしてます。お願いします。フロンターレに勝ったのすごい、いやめっちゃ嬉しかったね。その日見に行きたかったんですけど、さすがに行けないなーって思ってて、無理してでも行けばよかったです。こんなことになるのであれば無理してでも行くべきでしたね。うん、まあでも逆に言ったらシオンが行かんかったから勝ったかもしれんし、シオン今年行った試合勝ってないんですよ、あれって、勝利の女神になれてないんですよ。女神って自分で言うなよって感じですけど、勝利運をね届けれないみたいなので。だからま
でも勝ち試合見に行きたいんだけどなーって。でも今年関西3試合は終わっちゃったから、あとはもう遠征するしかないから、ちょっとね悩ましいところです。うん、また柏は来てほしい。来シーズンかな、行けたら、行けるとしたら。もう今シーズンはねもうないから、来シーズンかな。明日仕事の資格昇格の試験なんだけど、勉強する気起こらん。勉強しないといけんな。でもしなきゃしなきゃと思うほど人間ってやる気出ない法則、あれ何なんだろうね。そういう時は一旦シオンはなんかお風呂入ったり、なんか違うこと一旦挟んで、なんか気持ちを穏やかじゃないけどなんかそういう感じにしてからやる。勉強、まあ、勉強はそんな普段しないけど、まあ、パソコンの編集とか動画編集とかやるときにやらなきゃいけないけど、ちょっとやる気なんか今日あんま出ないなみたいな、みたいな時とか、やっぱ人間だがあるから、そういう時とかは一旦違うことを挟んでやりますね。お風呂一回入ってからにしようとか、違うもの部屋片付けてからしようとかしてからやったら、なんかどうせやっててもなんか部屋ちょっとなんか散らかってるかなって思ったら気になっちゃうって集中できんから、そういうことしますね。リップの色違う、いや、あかりんさんのわがままプラムなんですけど、違く見えんのかな。いつも塗ってるテンションで塗ったつもりだったけど、わからん。おきれい、さすがあかりんさん、いい色を開発してくれたみたい、感謝です。赤いリップのイメージが強かった。最近でも赤のリップあんま塗らんかもしれん。わがままプラムかかまってピンクだっけ、2本のどっちかを使うことが多いんですけど、どうやろ、行ったことあるスタジアム教えてください。札幌ドーム、厚別競技場、そうでしょ。関東はレイソルのとこと FC 東京のとこと、どこや、あと マリノスのとこと、関東はそれだけか。西の方に進んで名古屋のとこと、日産、あ、鹿島もあるわ、鹿島もある。日産はないな、名古屋のとこでしょ。
ガンバ、セレッソ、神戸は行ったことあるぐらいかな。多分浦和は行ったことないかな。名古屋はトヨタ、どっちやったかな、トヨタだったかな、去年行ったですよ。ルヴァン決勝は行く予定だったのにお仕事入って行けなかった。オフ希望出してたんですけどお仕事になっちゃって行けなかったんですよ。ピエ豊下だったかな、かなぐらいですかね。あれ名古屋の試合行ったの去年だよね。なんかもはや記憶があやふやなんですよ。去年なのか一昨年なのかとか。これ今日ラジコでも言ったんですけど、去年何して、去年の大晦日何してたかもパッて出てこないんですよね。こうだった気がするけど、あれこれは去年の話なのか、それともその一個前の年の話なのかっていう区別がねちょっとごちゃごちゃしてて、そうですかね。うん、そんな感じかな。行ってみたいスタジアムはね、昨日の質問箱にも来てたんだけど、どこに行きたいかなってめっちゃ考えたんですけどね。なんかこうパーって今言って思ったんだけど、九州方面、九州ってかそのなんて言うんだろう、大阪神戸より南の方に全然私行かないじゃんか。広島とかもそうだけど、だから南の方にこう降りてきたい気持ちもあるけどなーっていうふうに思うかな。でも仙台とかも行きたいかな。なんか牛タン食べに行きたい仙台で、ついでにずんだとか、なんかあとはキャンプ地とか行きたいですね。まあ今年はコロナの影響もあってそんなねのこのこ見に行けるご時世じゃなさそうな気はしますが、なんか行ったことないとこ、いろんなとこ行きたいですね。うん、いろんなとこ遠征したいです。なんか熊本の馬刺しがやっぱり今私の中で一番食べたいと思ってて、だからあの熊本のチームが J1 に上がってきてほしいです。あとは京都も上がってきてくれたら関西の試合見に行けるとこが増えます。まあお仕事で行けないかもしれないけど、行けるチャンスが広がります。そう、ロアッソ握手会の振り返り発表されたから忘れずにエントリーする。ありがとうございます。 AKB さんのが発表されたのかな。振り返りお待たせしましたが、
AKB さんのやつなのかな、わかんない、ちょっと私も情報があんまりわからないのですが、またあれなんで、ぜひおしゃべりしましょう。京都は駅横アクセスがいいっていうことですかね。行きたいですね。頑張って J1 上がってほしいですね。 J3 のさ、秋田がさ、めっちゃ今さ全然負けてないみたいなのをこの間スパサカで、スパサカ見ました。こんな負けてないのすごいねっていう風にテレビに向かって喋った。負けなし、そう負けなしだったのかな、無敗でダントツ1位ってすごいよね。J3 の話なんですけど、トス行ってほしい、スタジアム最高。トス行ったことないな、一回行こうと思って Google マップでどんぐらいかかんのかなみたいな、大阪から、あタコありがとうございます、ハーツとかいろいろ飛ばしてくれてる皆さんありがとうございます。どんぐらいかかんのかなと思って調べた記憶はあるけど結局行ってないな。お久しぶり。アンデルソン・ロペスのちゃんと好き、イエイイエイ。タコ戦、タコ戦来てないやろ。タコ戦と毎日連絡取るけどショールームは見に来てないやろ。メールなかったけど今日はある、わかりません送りますよもちろん。昨日送ったつもりでいたわ、なんなら。私でもなんかさやっちゃうんだよね、メールのさ未送信になってるの気づかないんだよ。であれ送ったはずだなと思って見たら、あれに入っててあれってなって、だからそうなってたんかもしれん、すんません。数字の3が見たい、どういうこと？数字の3って何？ポッキープリッツの日どっちか食べた？食べてないです。今日食べたもの、お菓子今日なんか食べたっけ？お菓子は今日食べてないですね。食べたっけ？いや食べてないですね。うん、食べてません。お昼ご飯をもう自分の好きなものをもうバカみたいにカロリー摂取してしまったので、夜はおかゆにしたし、普段お菓子あんま食べないんですけど、あんまりお菓子は普段食べない。でご飯をしっかり食べるタイプかな、割とね。でもなんかお菓子もらったりしたら食べるけどって感じ。あつ森やってますか？
最近放置してますね。なんか集中したいものとか集中できるものがキンキンにあると触らなくなるけど、なんか急にやりたくなったらやる時もあります。豆腐と卵買ったエピソード聞いたか、そのイメージ。でも最強スーパーじゃないけど、バナナとおかゆと刻みネギを買いました。なんか別に体調が悪いとかじゃないんですけど、一時おかゆかサラダしか食べないみたいな習慣を身につけて過ごしてって、でそれ1週間ぐらいそれして、でやめてから土日金土日月か、今金曜日にそれやめたから、金土日月か5日間ぐらいその生活をやめたんですよ。そしたらなんか今違うものいっぱい食べてるんだけど、食べ過ぎちゃうんだけど、なんかなんだろう、脳みそ的になんか胃に優しいことしたいなって思って、またお粥をいっぱい買ってきました。なんか普通の卵がゆに刻みネギをパッてやってチンして食べるのがめっちゃ好きなんですけど、それをまた明日からしようと思って買ってきた。さっきもね、なんかおかゆ鶏団子が入ったおかゆなんかチンするやつなんだけど食べました。なんか多分もともとしお腹胃腸がめっちゃ強いタイプではないですよ多分。だからなんかいたわらないといけないのかもってことに気づきました。うん、なんかその時の方がそのお粥とかをいっぱい食べてた時の方がなんかお肌が調子が良かった気がして、やめたこの5日間でめっちゃ肌荒れしたりしたから、あ、やっぱ塩で食べる量おかしいんだなって思って、そりゃ胃とかがびっくりしてもろに出るよなって反省したんですよ。だからまあお昼とかは好きなもの食べて、まあ朝とかはバナナ食べたり、夜はおかゆ食べたりとか、その暴飲暴食がすごいから、私はどちらかというと、だからちゃんとしようと思って10代の時みたいにバカみたいにただ食べてたらダメだっていうことに気づいたというか、本当にねめっちゃ食べちゃうんですよ。なんか本当に食べまくるしダメなんですよ。だからちゃんとしようっていう風に思ってます。お味噌汁もね好きなお味噌汁があって、
なんか酒飲みみたいに聞こえちゃうかもしれないけど、そういうわけじゃないんですよ。全くしじみの味噌汁が大好きで、しじみの味噌汁をね、段ボールでめっちゃ買ったんですけど、あんまり飲まないから、お粥に足すのもいいかもね。そう、たまにね、たまにいっぱい食べるのはいいけど、なんか誰かとさ、友達とご飯行く時とか、そういう時にさ食べるのはさいいけど、一人暮らしだからさ、一人でいるのに暴飲暴食したとてさ、体に良くないなと思ったから、健康を意識しないとダメだなってやっと気づいたやっと気づいたんですよ。とか言って、また5日後ぐらいにお粥生活やめてる可能性もあるからね。食べ放題とかあんまり行かない、全然行きますよ。まあ一人では行かないけど、あんまりっていうか、食べ放題一人で行っても楽しくないから、なんか友達といっぱい食べる方が楽しいじゃんか。だから友達とかとは全然行きますけど、なんかさ、人間ってさ三大欲求あるって言うじゃないですか。食欲、睡眠欲、性欲って。私多分食欲と睡眠力がもう突き抜けまくってるんですよ。多分一生寝てれるタイプだし、ご飯バカみたいに食べるから、だからあの体をいたわる意味でもちょっとずつね、あれしないといけないなって思いますね。そう、でもまあお仕事とか、まあ YouTube 撮る時とかそういうのはもう食べる企画があれば全然食べるけど、一人でプライベートで家に引きこもってる時は体をいたわろうと思いますね。体を壊すレベルの食欲はいけない。なんか一回、いつだったかな、美味しいもの食べ過ぎたってお医者さんに言われたことがあって、食べ過ぎが原因で体調を崩したこともあったりするから、皆さん体には気をつけて過ごしましょう寒くなるし、インフルエンザとかコロナとかいろんなのがねあれですから、ちゃんと栄養とっていっぱい寝て頑張って冬を乗り切りましょう。今日のリップかわいいね。なんかめっちゃみんなに褒めてもらえる、わがままプラム、イエーイ。寝る前に食べたら次の日もたれする。なんか最低でも3時間はね食べてから寝ない方がいいんですよ。なんか調べたら、なんかフルーツは1時間でだいたい消化して、なんだかは2時間で消化して、なんだか3時間で消化してみたいな書いてんのをね見たんですよ。でもそのなんだかが覚えられないから、結局3時間あげたらもうゼロカロリーみたいなとこあるじゃんみたいな風に思って、3時間は寝ないように心がけようって思った。そうすき焼き美味しそうだった。めっちゃ美味しかったよ、すき焼き。この間食べたんだけど、久々にすき焼き食べてめっちゃ美味しかった。
あー、また食べたくなってきちゃった。はい、そんな感じで30分ぐらい喋ってますね。インスタライブもちょっとやろうかなって思ってるので、ショールームはこの辺にしようかな。インスタが今日 1.5 万人に数字が変わってて、わー増えたーって思いました。嬉しいってなったからインスタライブしようと思って、なんでよかったらお引越しお願いいたします。じゃあ順位発表しますね。ほれいきます。ちゃんくぼさん、名古屋のかわちゃん、しーぱぱさん、しおまよさん、プリンセスもんやさん、しわいさん、クーガーさん、やおえぬちゃたくやさん、まーくん、かんなんさん、しいたけさん、ディベルさん、背番号6さんです。ありがとうございます。ラッキーちゃん、なにどういうこと、え、桜が全然なんかくっついたけど床に、なんで、怖っ怖っ。82はカネヒーさんです。おめでとう、ありがとうございます。というわけでショールーム終わり、インスタライブよかったら来てね。すぐ始めると思うわ。あ、絆創膏カメラに貼ってからやるから、ちょっと1、2分待ってもらうかもやけど、よかったら来てね。じゃあまたねー、バイバーイ。